きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日は、お店でカレーを食べたいと思いましてお邪魔しました。東京銀座インド料理デリーさんです。そして今日は特別ゲストをお呼びしています。はい、王子です。おなじみ王子です。辛さ大好き、カレー大好きの王子をお招きして今日はお届けしたいと思っています。おい、じゃあデリーさんでカレーを食べたいと思います。着席して早速メニューを見ます。たくさんの、メニュー種類があります。今日はランチメニューの中から、ターリーランチを選びました。このターリーランチは好きなカレーをカレーメニューの中から選択できるということで、10分もかからないうちにカレーが出てきました。王子はカシミールカリー、私はインドカリーを選択しました。大きなナンがひときわ目立つんですけど、ナンの下にはライスとタンドリーチキンが入っています。ボリュームたっぷりです。王子のカシミールカリーは激辛タイプ、私のインドカリーは中辛タイプということで早速いただきます。まず一口目感じるのは切れのあるスパイシーさ、いかにも、インドカリーといった感じの味わいです。この味わいは専門店ならではの味わいと言っていいと思います。この王子が食べているタンドリーチキンがとにかく絶品で、とてもスパイシーでうまみのある味わいでした。ランチメニュー、先ほども言いましたが、ナンに加えてライス、そしてタンドリーチキン、そしてカレー、そしてサラダということで、とてもボリューム感たっぷりのランチメニューだったと思います。いただきました。サービスのドリンクをいただいて、終了です。味わいの方を振り返ってみようと思います。私の食べたインドカリーについては中辛ということで、辛さはあまり強くなかったです。ナンとの相性もよく、そしてライスとの相性もよく、どちらと合わせて食べても美味しくいただくことができました。そして最初の、食べ始めで申し上げたんですけど、とてもキレがあって、これはインドカレーの特徴の一つだと思うんですけど、こうさっぱりとしながらも、濃厚な味わいという、そんなカレーだったと思います。王子の方は激辛のカシミールカレーを食べたんですが、私も少し分けていただいたんですけど、私にとってはかなり辛いカレーでした。王子は辛さに強いんで、へっちゃらな顔をしながら、食べていました。王子の感想とすれば、この値段でこのボリュームで、本格カリーを食べられる、とても良かったと言っていました。東京銀座インド料理デリーさん、富山根塚店にさんに今日はお邪魔して、カレーを食べました。それではまた明日。今回の UU クラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったら
グッド押してね。もしよければチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。you